なんで入んないんだろう。元々歌は覚えてたの？この曲、このために覚えたの？はいはい、
もともと歌ってたんだ。歌もダンスも完璧でしたね。笑顔も完璧でしたけど。よかったよ。審査員の方に聞いてみましょうか。はい、坂野さん、坂野議員ですか。はい、まあ、今回12チーム参加の中で、まあ、1人で出場されるっていうのは、まあ、1チームそうですね、はい、じゃないですか、はい、でこれまで4回ですか、この大会があった中でおそらく1人で出られるそうですね、はい、初めてです、まあ、今回がそれ初めてですし、これだけ広いステージたった1人でしかも7歳そうです、まあ、そういう中でどんなステージになるのかなっていう、まあ、正直最初不安がすごい大きかったんですが、はい、今こう拝見して、まあ、プリパラまさにその主人公が誰でもアイドルになれるそういうテーマパーク、そのプリパラタウンからですね、まさにこのステージ、そのアニメからまさにここに降り立ったような、まあ、そういう素晴らしいステージを見せていただけたなというふうに思いました。まあ、楽しいステージを、まあ、見させていただいたと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あのおじちゃん何言ってたか分かった難しかったかな。めっちゃ褒めてたよ。めっちゃ褒めてた。めっちゃすごい褒めてた。はい、坂本さんありがとうございます。はい、プリアラモードももかちゃんでした。大きな拍手、はい、大きな拍手お願いします。すごい頑張りましたね。ありがとうございます。はい、すごく難しいですよ。すごい今回も ねレベルすごすぎますね。またお願いします。まずはアニソンダンス部門審査員特別賞は、なんで俺今、あっち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 、エントリーナンバー5番、プリンアラモードももかちゃんです。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、僕ね、今まで一緒じゃないって言っちゃってたよね。いや、でもね、もう本当に今回の戦いは選ぶのが難しかったと思いますが、本当に一人で大きなね、頑張った。頑張った。鳥アニソンダンス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 部門審査員特別賞プリンアラモードももか、あなたは第4回鳥取アニソンダンスにおいて当初の成績を重ねられました。栄誉を称え表彰いたします。よく一人でステージに立ったね。これからも応援してるよ。おめでとうございます。はい、はい、ももかちゃんこんにちは。大阪さん、賞をもらいましたけど、感想どうですか？嬉しいです。これからも歌とダンス続けてくれる？はい、将来有名になってね。ねえ。有名になって、おじちゃんにサインちょうだいね。ねえ。お母さん来てる？お母さん。